Let's go.千代田区清井町にある清井坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。初めてすれ違った時に起こるんだよ、奇跡が。ほんまに九州新幹線の一番列車がすれ違う時、願いが叶う。そんな噂が全ての始まりだった。4人がもっぺん一緒に暮らすには高一だけが頑張ってもあかんねんからな。兄弟のまっすぐな思いが動き出す。父ちゃんはもう高一たちのこと大事じゃないん。そのうち分かるようになるよ。母ちゃん龍之介父ちゃんに似てるからあんま好きちゃうんかなと思ってな。離れ離れに暮らす兄弟の願い、それは家族4人の絆を取り戻すこと。いつでも相談に来い。先生嬉しか。巻き込まれていく大人たち。また大阪で家族4人一緒に暮らせると思ったから。彼らの純粋な願い、それはやがて周囲に思いもよらない奇跡を起こしていく。子供たちの願いが人々を動かす感動の物語、映画奇跡、今週末公開。起こるかもな、奇跡。